空への憧れは人間誰しもが幼い頃から持っている。羽に回転の力を与えてやれば空気の抵抗を受けて浮力が生じ空に浮くことができる。この理屈は知らなくても子供たちは竹とんぼで空への夢を養っている。そんな子供の頃の夢をいつまでも燃やし続けている飛行機野郎は多い。群馬県館林に住む大西さんもその一人。グライダーに30馬力の小型自動車のエンジンをつけたこの飛行機の名前はイカロ、ダンディーなのだ。スバルプレインという正式名称もある立派なもの。2年前から製作にかかり100万円ほどの費用を投じて作った純国産機。大西さん自慢の愛機だ。この夏にはこのピカロ号で伊豆大島の往復飛行にも成功している。大西さんはレジャー一本やり、次はもう少し大きいエンジンでスピードを出そうと夢は果てない。レシプロエンジンからジェットへ、そしてジャンボジェットから超音速機へ、世界の空の進歩は著しい。子供たちは好奇心もあらわに新しいものへと飛びついていく。しかし一方、取り残されたような古い型の中に何かを見つけようと懸命な飛行機野郎もいる。横浜に住む坂本さんはジャイロコプターと取り組んでいる。車両関係の会社に勤める一サラリーマンだが、かつて体が小さくて合格しなかった少年飛行兵への憧れが今は姿を見ないオートジャイロへ駆り立てられている。協力者の鎌田君、大関君と今日はハイドロコプター、つまり水上ジャイロコプターの2度目のテスト飛行。坂本さんは日本回転翼クラブ、略称 JRCA のリーダー格。坂本さんのアドバイスや誘いに乗って今日本には14、5台のジャイロコプターが生まれているという。ジャイロ飛行300回の経験を生かして今日のハイドロコプターのテストは見事成功。さらに改良改善への期待に奮い立つ。なぜ飛行機が良いのか、こんな質問を飛行機野郎に浴びせても全く意味がない。誰もが答える言葉を持たないからだ。好きだから。その一語に尽きるという。